エアリアルフォトグラフィー・オブ・ワンド・アルバリータム、太い島樹木園は、大韓民国全羅南道太い島群群、外面大門里にある、公立樹木園である。運営主体は、全羅南道で2050ヘクタールの面積を誇る、大韓民国唯一の団体樹木園であり、韓国内で最大の団体林の自生地である。人間の暮らしと山林の功能に関するモデルを、 提示して、質の高い森林、文化、休養の機会を提供する目的で作られた太い、島樹木園は、大韓民国国土の15%である、団体地方に位置している、団体樹木園である。団体林とは年平均気温摂取14度以上、1月の平均気温摂取0度以上、降水量は1300から1500ミ、mm、リメートル、北緯35度の南海岸とチェジュ道、 移領島地域など、大韓民国の中で最も比較差が少なく、雨が多く降る地域として見られる、独特の常緑紅葉樹林がある。太い島樹木園は、常緑紅葉樹生樹林が2000余りヘクタールに分布しており、団体林を代表する、椿、スダジー、餅の木、タブの木、ゆずり葉、白樫など増園、食用や薬用として価値が高い植物資源の宝庫である。 樹木園の総面積は2050ヘクタールであり、保有樹木は3801種である。このうち団体性植物を含めた、自生植物が752種で、植物を、形態、分類学上、種別で収集して、展示、保全している30余りの専門お園に2876種がある。代表的な専門お園としては、不入り植物園、方向植物園、 水生植物園、郷土工芸院、椿花園、新葉樹園などがある。3196平方メートルの亜熱帯温室には、ヤシ類、観葉植物類、熱帯果物類、ハーブ類など200種余りを展示している熱帯亜熱帯植物園と、様々なサボテン300種余りを展示しているサボテン、多肉植物園がある。その他に、森林博物館、 森林環境教育館、教育管理棟、展望台、団体林探訪路などがある、太い島地木園ホームページ参照、ありがとうございます。